何を使うつもりかわからんけど。美味しいお米が食べてるね。ああ、いや。そら、開けたら、なんでそっち向けるん？そうそう、そうしとったらいいのに。これから楽しみですね。ウグイスがなきはウグイスが。キキョって気持ち取ろうかと思ったけど、取れんかったけど。夜はなかんよ。いやいや、だ夜じゃない、夕方ちゃう。遠からない。あ、そう。2個買うてきたね。うん。まあ、嬉しい。久々。しばらくしてない。一回抜かしたんだっけ。一瞬。あ、ほんでね、これ、これを入れてくれたらいいね、それぞれに。この、コロッケ。コロッケカレーということで。一個ずつ。そう、今日は雨降ったけ、明日見に行ってみちゃろうかしら。そんな絶対ない。わからんで、ね、地中に埋まっちゃうやつあるかもしれない。ありません。そんなわからんで、ね、あのね、20日過ぎてか20日過ぎたら行ってみんとわからんやんか、そんな人たち。ああ嬉しい、久しぶり。人参もあったかね。ありますよ。うん。福神漬けも買うてきた。買うてきた。まああれ福神漬けでもいいけど、らっきょうでもいいけどね、両方おいしい。らっきょうはらっきょうでいい。らっきょうでも構わんし、ただご飯だけはもう白ご飯やないといかん。もちきびとかもう変えたら変えん方がいい。まあ、それ立派な玉ねぎ。野心玉。うん。生でちゃった。うん。じゃがいもが美味しいね。じゃがいも美味しいね。じゃがいもとか玉ねぎとか人参美味しい。野菜を食べないか。うん、野菜食べんって感じ。おばあちゃんは前月からあの青汁を食べる。うん。青汁を飲む。青汁はすごい映画で、睡眠を促進するけど寝やすくなるで。青汁飲んだら、の寝る前に飲まんって感じ。あのね。し、聞きよ。朝晩じゃない、晩ね、寝る前飲んだら青汁飲んだらものすごい、ね、寝つきがようなるき。そう、おなんかちょっと忘れたけど、成分がで、俺らその寝てかんときら青汁いつもよう飲みよったもん。まこと、そんなこと言いよった。あのボクシングの試合に行くときにね、うん、青汁持っていかないかって言って。まあボクシングの試合は全く関係ないような気がするけど。
寝れる、そんで寝れるから持っていたんじゃない？うん。いや。何今の声？なんか猫は泣いた。人間じゃない。あの、なんかそう思う。こんな子じゃない。これか。どういう音だった？まあ中だ時間早く凍ってくるわ。いや容器入れたらどう、まあいる分バー入れたらよ。体容器焼き、容器栽培やつ。あ、そう。まあそんなやりづらそうな端っこでせんでも。ああええですね。見るからに甘そうな。食べると思うた。人参をその生で食べてみる必要性があるかね。甘みがあるから見る必要ある？カレーやから結局味が美味しい。うん、この鍋。うん、この肉見て。だって使うだけ洗いでも構わないかも。毎日のように俺がよう使ういう料理で、それは綺麗になったやか見て、あんななんかこうすごい黒ずんで汚かったけど、やったもんね、よう使ういうと綺麗になった。これはね、うん、濡らしたら黒なのな。あ、そう。汚い木になったんじゃない、濡れたら粒吹いてかな。これよね、普通のサーバイは。うん、おかしいね。おかしい。うん。何が？日が大きくなったり小さくなったりせんわけ。それ目の錯覚やない。さあ嬉しい。大好き。2週間ぶりばやない、このあのカレーは小さい時食べた味。うん、全然変えてない。うん、懐かしい味やね。まったく。
見てそれ贅沢に。それでいくらやと思う？1200円ば。950何倍やった。おかしそれが欲しい。うん、それだけの量を落とさんとよう入れるね。ほんなら絶対落としそう。よく聞いたね。かまんの。野菜、具沢山が野菜ようけ取れてええやん。これをね、じっくり炒めてたの。うん。蜂蜜はね、うん、こういうふうにならないかんだ。なんて？わ、固まったね。これが本当の蜂蜜。本来なるわね、蜂蜜。いや、なりません。それが美味しい。あ、そう。それが美味しい。普通の、これ日本の蜂蜜だ。うん。うん。だいぶかさが減ってきたね。しんなりするまで炒めるの。これ色が変わってきたろ。うん。もう色変わった？ほら。うん。透明になる。色が変わってきたね。透明。うん。玉ねぎな。そう。玉ねぎが透明になるまでは。濃い。油を吸わす。油を吸わす。やっぱり手間暇かけたんやると美味しいない。うん、手間暇かけたら美味しいね。手間暇かけたら答えてくれる。昨日作ったのが手間暇かかりすぎて、今日は何もする気にならなかった。疲れすぎて。でもこれ合う気ね、この蝶作りいうもんに。何かこの木の作ったもんがちょうど一個ずつ残っちゃう。合うがよ、すごい。コロッケ焼き、いっぱい。うん、まあ、600しか入らんかったね。
な、何を迷う言う。これでクツ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 煮込んで、来週の金曜日歌う？うん、行くの？うん、一応考え中は。もうチラシとね。うん、そうよ。チラシとね。そうよ。いやん、お花見弁当最高やん。それ以上のもはないわ。じゃあ今日から起きねえかんね。うん、大丈夫、俺も起きる。その代わり頑張るわね、運転。絶対味見しとかな、うん、それまことその帽子におうちゅうけど自分で買うた？これあんたも持ってきたね。あ、そう、ばあちゃんのトレードマークやきね、帽子。うん、これはね、誰かにいただいた。うん、びっくりした。俺言うちゅうたら俺やなかったね。きゅうりを言うかと思った。いや、帽子の話しようだよね。ここがね、おばあちゃん帽子買うてくれ、買うてくれとったくらね。うん、何ここ今の何？薄いのが、うん、薄いの、やや。おお、すごい、これアクがすごい出るね。アク、うん、って変わった感じか、アクはね。あんまり関心なさそうだ、ね、うん。やっぱりその蜂蜜は日本の国産の蜂蜜を買うてからね、美味しい。あ、きれいに固まっちゃう、うん、これいくらするたの？2000円。どうやって知っちゅう？だいたいそんなもんかと思う。けどこれ安いだね、この2000円は。いや、わからん、それ2000円ぐらいだったから。小さい、こんな瓶がどうやって。ああ、そうやったね、まあ、あの、アカシアやったっけ。そう、アカシアやったっけ、カシミアやったっけ。カシミア違うわ、なんかちょっと、うん、あくまでだけど、これだけですかね。うん、すごいね、一杯だけかと思った。結構入れるね。ほんで美味しいんやね。アクすごい出たけど、アクと一緒に捨てらんかい、またよ。アクって漢字でなんて書くかしっちゅう。米編じゃなかった？いや、違うろ。違う、灰汁みたいな書くろ。なんかもうそんなこと言われてもね、もう、うん、あんたね、よう覚えちゃってね、うん、91になって思い出してね。うん、まあ91になってないのと、今答えを言うたんやけど、ね、もっと入れねえか。そんな、だいぶ入れるね。入れるよ、3杯くらいは入れねえか。へえ。
かまってね、うん、この蜂蜜、うん、こんな小さい歯、うん、小さい歯、あんたこんなこと言うけんだ。で、3倍言いながらそれ4杯目やない。それ、それちょっともらおう。もう使わんのそれ。ちょっと甘い。もらおうそれ。おいしい。ばあちゃんいらんこれ。いらん。うん、おいしい。最初から蜂蜜入れとかねかね。おいしいね。そういうとこのあのドロドロじゃなくてこの結晶化して固まるのがおいしいがね。美月に一遍ばし買え。じゃあまた買わんといかんね。これ誘致買んといかんことない。いや、お友達に誘致いたら買うてくれちゃう。うん、まあ買いに行ったらええ今度から。何買いに行く場所があるわけ。そうよ、これ決まっちゃうのよ。どこ遠いとこ。どこにでもはない。遠い、遠いはない。うん、まあおばあちゃんは本当ね、あのほら冷凍のお肉買いよったわけよ今まで。うん、この間生の買うてきて、あれだけ違うんやね、同じものが。どれ、どの肉の話。地鶏のね。あ、鶏の話。地鶏のね、のね、うん、もも肉。うん、こないだもな、生を買うてきた。まあ高いけど、うん、まあ美味しかった。そりゃそうよ、それだけ違うんやね、冷凍と。そりゃ違うよ。みたいな言うて 何度も食べてみる必要あるんですよ。この間の使い方よく使うんですか。はい、ばあちゃんあるあるです。そのまま古いのから。そうよ、古いのから使わんと。うちは何ですかね、見せてくださいカレーを。はい、子供の時からずっとこれ、はい、このね、バーモントカレーやね、ずっとバーモントカレー。こればっかり、うん、おばあちゃんが辛いのはいかん。これかい。すごいね、そのルーっていうのはすごいね。昔からあるの。うん。これちょっとあのニンニクのチューブのやつ入れたり、生姜入れたりしても美味しいとね。チョコレート入れたり。蜂蜜を入れるときはいいかも。うん、ああ、ええ香りがしよ。何今、何捕まえた。何かおった。何か捕まえた。何かおった。気球。5
ご飯できた。できたね。あ、ええ香り。どら。甘さ。まあこんなもんね。感動なんですよ。おいしい。うん、いいね。なんでさっきと反応がそんなに変わったの？2分だっけ。そんな1分2分で変わる？明らか違うやん、さっきと反応が。感動なんですよ。何？何のあれ？アラーム。あ、煮込むということ？ちょっとこれ柔らかいような感じがする。量が新しい木じゃね。いや、水入れすぎたんじゃない。水入れすぎんや、いつも。なんか頭かしげよったけど、食のしたね、ちょっと、コップがちょっと大きかった。でもいつも同じコップで入れてるんじゃないの。ちょっと小さいのが一つあるが、いや、いいよったやん。今日は特別な4月にあるイベントを想定して言うて、自分がいいよったやん。特別なもの使う言うて、なんか分からんけど、何を使うつもりか分からんけど。それをやるいいよったんか。つい口を滑らせてしまったから、想像しないで食べてください。まあ綺麗にご飯食べてくら。あ、見てお米だ。ほら、ほら、美味しい。すごい光景やね。おかわりできるね。うん。食が進めば。おかわり。まあすごい。麺のええ香りがしゅう。さすが香り前じゃ。食べてね、おかわり。うん。たっぷり入れたらいい。そしたらお通じも会長になるかもしれん。気分的に。ラッキョウで構わんで、ラッキョウ好きやし、ラッキョウでも。ラッキョウを食べんとね、これ、出そうなのよ。出そう、何が？負けそうな。ああ、びっくりした。ラッ
食べちゃおうか。出そうな雪何かと思った。出そうな雪何が出そうなのかと。これがそう。そう。いらんこと言うてしもったね。うん、このらっきょうものすごい美味しかったと思った。うん。すごい入れたね。まあけど。これ想像せんと食べたい。うん。こういう容器。カレー。うん。カレーライス。ほんでどうしてそういうことになってるんですか。この容器はなんでクリスマスの時やったかな。なんでクリスマスなんよの時にこの容器を。違う、じゃあなんでクリスマスによ。何の時やったかね。自分が言ったやんか。何があるの4月に。なんか イベントがうん、4月花火。違うやんか。何がイベントある。世界的に有名なイベントがあるやん。ほんでやっちゅうやろ。4月のイベント、午前中になんかして午後からみんなで楽しくなるようななんかあるやんか。はい、ということでエイプリルフール、皆さん楽しくということで、本当にいかん。はい、もうダメ、うん、全然よう思い出たいですね。エイプリルフールと言うたら嘘をついてかまいひやろ、一日だけ。だからその時にこれを。なんでなんでびっくりするために嘘と関係ある。いや、みんそうやろ。嘘をついていい日ってよく言われるけど、海外では嘘はジョークっていうことで、トリック、悪ふざけ、トリック、プランク、悪ふざけということで、あくまでジョークを仕掛けてみんなで楽しむ日というのがエイプリルフール。録音しとかないか。ということで今日はこのらっきょうとキュウリと、はい、ちょっとエイプリルフールでジョーク、皆さんで楽しくということで、でこれライスコロッケ、昨日作ったやつも入ってます。ではこれ食べましょう。さあ、ではいただいてみましょう。はい、カレー、すごい容器が。これさあどうでしょう、いただきます。どう思いますか。うん、赤牛の肉はこれあっさりしちゅうね。なんか黒牛と違って、あのすごいこうジューシーさ、旨味がすごい味わうというよりは、こう鍛えられた牛のなんか引き締まった肉っていう味わい。でこのライスコロッケを昨日あのすごい苦労したお家で世界ご飯で作ったライスコロッケ、いただきます。この容器で食べたら何を連想する、うん、この濃厚な身の詰まった味わい。このコロッケ美味しいわ。昨日はその特製ソースがあったけど、今日はないけど、カレーと一緒にということでいいですね。でまたらっきょうが大好きなのよ、ほんまに。うん、うまっ。ではでは。これ見て、うん、この器にぴったり。そうもうそうや。なんというか、うん、全然美味しい。美味しいよ。味は抜群よ。蜂蜜大さじ3杯がぴったりやね。うん、これね、発想としては面白いね。これにカレーを持ったということ。うん、はい、じゃあ今日のエイプリルフールどういう日でした。ほんでどういう日やったかね。はい、嘘が通用する一日だったんやろ。いや、ほんで何を言ってもかまん、何をしてもかまん。違う、そうじゃない、嘘じゃないけど、どうしてこれ したの。いや、おこの容器やったらカレーが似合うかなと思ってねえ、使えんやんか、嘘。
その残った感じもなんか食べ終わった感じもまたなんか妙にもうなんともこれけど、うん、人それぞれをね、いろんな冗談をして、よしてっていう人もおるかもわからんけど、これ面白いねっていう人もおる。笑って楽しく過ごしましょうと。はい、で、星はいくつですか？今日のね、カレーはものすごい美味しかったと思う。うん、コクがあって、カレーとこのエプリルフールということで、この容器に入れてやったことで星がいくつやったかということ。いや、だから自分が最高と思ってやっちゃうから、もう満点もらいます、うん、満点って何点よ？おばあちゃんの満点は80点。はい、おめでとうございます。はい、ごちそうさまでした。はい、食べた後がこれ妙にまたこの容器ほらちょっと見て、なんか食べた後がまたリアルな夢に見るかもわからん、うん、はい、お疲れ様でした。そしてこれ、はい、この食べた後がまたリアル、ありがとうございました